まあそうそう、ブロックして、タワークでなんか結構アンチ多いって噂聞いたけどね、私見えないんだよね。家臣くんの枠でも見えなかったんだよ、その。うん。マユとやってるみたいなのもあったんでしょ。全然見えなかった、そのコメント。いつものこと。まあね、先月はちょっと炎上多めだったから、今月は炎上とかじゃなくて盛り上げたいね、そういうの目標で、そういう心がけでやっていきたいと思います。まあ解放しないけどね、なんか DM 来るけど解除してくださいとかしないよ。解除してくださいって言われても気をつけて、うん。家臣が本人が自分の嘘を広めてるのに印象操作、うん。まあそれ言ってんの、そう、やっぱアンチだったんだなって。で、眉毛ないんだけど、うっすらタトゥー、薄いね、タトゥーもね。こっちはあるんだけど、リスワン取るときブロック一斉解除しないよ、うん、しないな。もういつだっけブロック、今年の3月かな、春だったかな、それ以降解放してないよ、うん、別になんかしても、なんか今まで解放してきたけど、なんか変なコメント集まるんだよね。なんか大丈夫日本語みたいな、しなくても別に。ふわっち盛り上げたい T シャツ作らないと、うん、そうだよね、 T シャツ作んないとなとは思ってんだけど、うん、そうそう。じゃあ今日結構メンバー多いんだね、メンバー楽しみ、うん、いやリタッチしなくてもまだ、やばい、ごめんね、ずっとあくびして、本当に寝起きなんだよね。このまま朝まで寝ればよかったなとは思ってたけど、思うね、朝まで寝とけばよかったな。朝まで、そんな感じね。ちょっと1日半、約2日ぐらいお休みしたか、すごいすっきりした。2日ぐらいお休みしたか、うん、ね、すごいリフレッシュできました。映画見たりしてた、ずっとアニメ見たりとか。今日は昨日もなんか一人で料理したりとか、リフレッシュしてましたよ、うん、あのなんかな、フォールってやつを見て、フォールってやつ10分を見てる10分後に香川さんにネタバレされたんだけどさ、うん、寂しかった、ごめんね、うん、あんまり休むとリスナータークに流れる。そうね、まあ2日ぐらいリフレッシュしちゃった、うん、ナイス、やらないかな、ナイスやらないけど、でも今月ちゃんと頑張るよ、ナイスなくても。ナイスをやって自分をこう首絞めて追い込もうかなって思ったけど、それ関係なくちゃんとやります、うん、うん、
時間の使い方で流言してた。本当、いや本当にね、息抜きした。あとめっちゃ寝たしね。パル、マユごめんね、パルアカで前に電話ってコメしたけど、あいつ目つむってた。まあいいよ、もうなんかそれ掘り返してもさ、リンちゃんの話でしょ、カシンくんと。まあそれも掘り返したところで、もう前のリスナーはなんかいるし、あの分かってくれてるからさ、101号ないない、ナイス、大変、もう精神的な、あとセイジさん見てたらなんかすごいやる気失せるよね、しんどさというか、そうそうそう、それをなんか言ってんのって、あのマジでアンチとかだよ、アンチアンチ、そう、ありがとうね、あ、82号全然大丈夫だよ、そうそう、あの私さ、まあ、NG ワードになってんだけど、あの鬼ごっこ、鬼ごっこ行くけど、あのそれ元カレもメンバーに入ってるらしい。でもぜ、あのだからといって、まあ、関わるとかもないし、今後ね同じ関東で企画とか被るかもしれないから、それ全部欠席ってなると、周りの目を考えて欠席ってなると、私の企画が阻まっちゃう、狭まっちゃうからさ、あ、ゆまるちゃんも来るんだ、大丈夫だよ、そう、ゆまるちゃん、ゆまるちゃんとこの前なんか電話してさ、2時間ぐらいだっけな、2時間ぐらい電話して配信したけど、なんか見てた、ゆまるちゃんとの電話、見てたかな、お酒飲んで話してたんだけど、あ、新しいデイビーのやつだ、今日は迷惑ですいませんでした、あ、全然全然、わ、気にしなくていいのに、ありがとう、無線アイテムありがとう、全然だよ、むしろなんか、え、どうしたんだろうって、可愛いね、そうだね、七夕だね、七夕、七夕だったね、まあなんか、じゃあ、まあなんだろうな、喋っててなんかお互いが理解し合えてなくてさ、ゆまるちゃんとまゆって、でもなんかどっちかが悪いとかもないし、本当になんか価値観がの問題だよね、こっちはさ、私の、やっぱ前もと相性悪いって言った、そう、価値観が合わないんだと思うよ、そう、どっちも悪くないじゃん、どっちもの意見わかるじゃん、マユの意見わかる人もいれば、ゆまるちゃんの枠ではそう、そうじゃないしさ、そう、そう、別に嫌いじゃないんだけど、私ゆまるちゃん難しいよね、だから難しい、で、じゃあ男の人と私よく絡むのがさ、男の人って結構楽観的じゃん、配信者の人ってそんな細かく考えてなかったりとか、合うんだよね多分、楽というか、前の大切エリアにあんなにニチニチって言って、前の大切エリアに大切、あああれね、そうね、7月は平和に過ごしたい、まあ平和すぎてもちょっとあれだけど、たまに刺激的もなことも欲しいなって思ったけどさ、いや、ゆまるちゃん敵じゃないんだけどね、全く敵じゃないんだけど、あれなんで始まったかっていうと、あ、田中さんありがとう、七夕、なんで始まったかって、なんかね、ゆまるちゃんが病んでたんだよね、私なんかが相手もらっていいんだろうかみたいな、そんな繊細なゆまるちゃん見たことなくってさ、どうしたんだろうって思って、
って5000アイテムとケーキどっちが嬉しいですか？どっちも嬉しいよあ、どっちも欲しいって意味じゃなくてどっちも嬉しいよ。でもね、誕生日はケーキが欲しい。誕生日の当日はケーキ何個もらえるかチャレンジしよう。何の話してたっけ今、うん、何の話してたっけ、うん、忘れちゃったんだけど、あ、そうだ、なんかゆまるちゃんが、はい、あの枠で病んでて、それで私がずっとコメントしてたので、そう、大丈夫だよみたいな、でちょっと話そうか、ちょっとで、そういった流れで話そうと思ったら、もしも上がってきた瞬間にもうバチバチになっちゃった。そう、そう、病んでた。なんかね、可愛くて若いのにさ、なんであんな自信ないんだろうね。可愛くて若くてさ、若いっていうのはまだ価値もあるし、あ、なんかアイドルの流れも怒られた気がするマジでやっぱ価値観というか相性が合わないんだろうなね。なんかアイドルの話した気がする。大切エリアなんてだんだんそれぐらいできるとアイドルだ。うん、まあだからその人によったら怒ることなんじゃない、大切エリア何様みたいな。まあでも一緒に頑張っていけたらいいね、ふわっちで、うん、でもあれ、ゆまるちゃん悪くないからね、前も悪くないしね、性格が違うんだよ。かん、うん、性格が全く真逆なだけ。ただほら、お酒とか飲んだ時楽しかったけどね。お酒飲んだ時はやっぱ酔ってるからさ。お互いの個性、そうだね、うん、あ、そういえばみんな速報があります。みんな朗報というか秘報があります。秘報ニュース、みんな秘報があります、うん、なんとですね、くるちゃんから連絡来たんですけど、ゼロワンの誕生日会欠席するらしい。なんかあった、クルちゃん、なんかあった、歌やめるじゃなくて欠席するらしい、そもそもが来ないらしいよ。うん、闇期入ってんの今、わかんない、もともと乗り気じゃなかったんだって。うん、乗り気じゃなかったんだって。そう。ああ、もともと気が重いって話してたんだ。うん。秋代くんお疲れ様。いや、ゼロワンのことトラウマとかないと思うけど。だって一緒でポーカーして遊んでたし。そういうのじゃないんだと思うよ。仲いいでしょ、ゼロワンとクルちゃんって。だからクルちゃんのとデュエット編はなくなっちゃったよ。うん、サノニに絡むいてリスナーに叩かれたりやめてたり。クルちゃんってそんな叩かれるポジションじゃなくない、うん、クルちゃんってさ